ハイサーイハイサーイハイサーイハイサイちゃんと並んでください。横に並びましょう。バレたな、バレたな。はい、今日はですね、はい、前回の調査結果をもとに、釣りをしていくんですけど、はい、まずはエギを買いましょう。どういうエギがいいか前回調べましたよね。それをもとに覚えてます。買いましょうエギを。ということで、はい、イエローフィッシュ向かいましょう。はい、こちらです。はい、イエローフィッシュつきました。すごい。徒歩10秒だったの。で、今日ちょっとツーバーが中にいて、撮影許可もらったので、はい、迷惑にならない程度に、はい、行っていきましょう。ありがとうございます。さっきまで、ソリティアやってたのにパソコンで。ソリティア、はい、エギ、決まりましたね。1人2個ずつですね、選びました。僕はこれですね。これは正直この前のプレゼン全然聞いてなかったから適当に派手なのと地味なのを両方選んでみました。シンプルですね、はい、今日まあ夜釣りなんで、はい、明るい系がいいかなと思って、うん、白と緑ですね。どういうこと。まあ明るいのと暗い目、うん、まあ、これはツーバーに選んでもらったんだけど、じゃあ買いますか。これ買いましょう。はい、まあ、ちなみにみんな釣ったんですか。あ、もうそうそう、あ、あった、ほんま知ってないって言ったらダメなやつ。嘘そんな、バカ。まさか。お、何これ。海星探偵団って書いてるんですよ。お、すげえ。見せ見せ見せ。これ自分で書いたんですけど。すげえ、何この手作り。これね、フルグローなんですよ。フルグローと。フルグロー。え、光るんだ。もう全部皮剥いで、わざと、うん、この布がちょっと残ってるんですけど、これ全部剥いで、全部グローにしたんで、こういうライトとかで照らして。お、光ってる、もうすでに。この色が、うん、夜全身で目立つんで、うん、これなら釣りが下手くそでも釣れるって意味。そういう意味違うわ。アピールは間違いない。あ、よし、超嬉しい。よし、嬉しい。よし、嬉しい。あ、いただきました。ありがとうございます。地獄好きしてる。はい、今からですねポイントに向かっていきます。今日のポイントは何県ですか。沖縄県です。沖縄県のどこですか。沖縄県の北の方ですね。ということで向かっていきましょう。だいたい特定しました。今まで特定しました。はい、ポイントつけました。はい、一応ポイントついたんで、はい、イカスミまず探しますか。探しましょう。しゃあったー。嘘ー。これはこれ違います。見えますそこ。チンとか釣れそうじゃない。あ、チンとかいそう。すみないね。お、ダメじゃないですか。大丈夫ですか。大丈夫ですか。痛い。いいですか。あ、さ、おいで。じゃあ、登れる。お、動きは軽快だぞ。お、お、砂浜、すごい。砂浜なんですよね、こっち。お、釣り人がいるんですよ。すいません。あっちに聞いてみるか。これ絶対こう投げられるやつじゃないですか。なんで投げられるんですか。ここからせーの、よいしょ。よし、大丈夫ですか。いや、終わった。足がブチブチって聞こえてるの。どこから。膝からなんでそんな弱ってるんですか。こんちは。こんにちは。どんな釣れてる。全然釣れません。右のお兄さんはおいくつ。42歳です。でよね、よかった、当たってた。何を。いや、子供と来てるのかなと思って。子供見て、この食料を見る限り長期戦を考えてるよ。食料今日はとことんやる気だ。カップラーメンまで用意してるじゃん。あ、大丈夫、毒味しとく。念のため。食べたいだけ。めっちゃ食べたい人じゃん。あ、でもエギもちゃんとありますね。あ、結構そう、綺麗やん。めっちゃカラフルやん。あ、しかも結構全部いいやつじゃん。親も釣りしてるの、はい、あ、だから一緒にやってんだ。あ、いいな。最高どれくらい釣ったことある。ここでアオリイカ、テニーぐらい。テニー、お、あ、目標ね。目標だ。何も言えない。いいんじゃない。ここ一応あと1カ所回ってみます。はい、じゃあありがとうね。ありがとう。あ、なんか餌食べてますね。あ、やばい、逃げる。お、すごいすごいすごい。お、すごい。ライオン。あら、まあ、あっちいっぱいいる、あっちにもいる。あ、うんこ。あ、違う。うわ、すげえ、あっちも。ひっそりあそこに。あっちも、見てみますか。見てみますか、あの辺。
そう、うん、これはもうここまでだ。マカロクさん、頑張りましょう。いやー、こっち満潮になったら帰るかな。すごいっすね、ここのポイント。結構人も場所通るから、場所通るやってる人いるんじゃないかな。下手したらここぐらいまで水来るんじゃない、湿ってるってことは。釣りしてる少年たちがいる。マジっすか、うん、あ、本当だ。ちょっとですね、少年たちがここで釣りしてました。なんか釣れた？ミーバイ釣れた。え、ミーバイ？あ、これ。おー、いたいたいた。すげえ。あ、これか。こっち何が釣れるって有名ある？タマン。タマンいるんだ。タマン釣れるんだ。へえ。いや、上辺置いていくから。あとは頼んだよ。そうだ。上辺置いていく。いただきます。分かってるね。面白いな、今の。面白かった。はい。はい、ポイントつけました。はい。まずはですね、水温測りますか。前回調べて、大体20度以上がいいっていうことで、うん、水温が20度以上あるか見ていきましょう。はい。早く、早く、水温が上がる前に早く。早く、早く、早く。これを入れて、これ何キロかみたいな。熱帯魚用の測りですけど。大体22度ぐらいですね。ってことはかなり適温だと思います。すごい、なんか釣りユーチューバーみたいだな、うん、水温を測るとか。僕が使う液はこれなんですけど、ま、今日買ってない液なんですよ。まだなんで水中がどうなってるかわからないじゃないですか。だから根掛かりしたらちょっと怖いんで。これさっき買ってきたやつ、オレンジカラ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 タイプな、と竿もさっき買った新しいおにぎりの竿、ブロックスグレートエギンガーですね。お、すごい、エギのためのさ。エギのためのさ、うん、エギが、まあ、まずちょっと様子見で300円ぐらいの安いエギですね。これでやっていこうかなと思います。あ、ちょっとね、これカバンに入れてたんですけど、取り出すときにこれぼんやり光ってたんですよ。マスカーかなーと思って、うん、このブラックライトの光、これ当てたら、見ててくださいよ。うお、光ってる光ってる。ここもやつが、もう一発すごい。ほら一応、さっきやったら、はい、根掛かりとかもしなかったんで、はい、これ使っていきます。はい。そういうの、尺テクが映るかな。ちゃんとこの前勉強したの覚えてる。スーピッチじゃん。スーピッチ石油の尺利はどうなんでしょうね。尺テク見せてよ、尺テク。めっちゃ音乗るやん。出会った今、ドヤ顔した。音だけなんですよ。はい、さっきからずっと投げ続けてるんですけど、うん、当たりが1回もありません。お疲れ様です。お疲れ様です。これだけ自分なんかで頑張ってるから、釣れた時は多分めっちゃ嬉しいと思うんですよ。1キロオーバーが。頑張ろうよ、嬉しい。頑張りましょう。どうだ。第1釣り終了です。ずっと投げ続けてましたけど、ダメでしたね。ダメでしたね。はい、今回取れたのはジンガサのみです。この範囲は何なんですか。範囲、これはただいないのかなって。当たりもないんで、何もなかった。周りでやってる人いたけど、その人たちも釣れてなかったしね。そうですね。そもそもイカがいない場所にずっと投げ続けてるんじゃないかっていう疑問もありました。なかなかないからね、見えないもん。いや、次回最後なんですよ。釣りたいね。釣りたいですね。釣ろう。釣ろう。ということで、頑張っていきましょう。頑張りましょう、はい、来週、はい。次も頑張りましょう。ご視聴ありがとうございます。ありがとうございました。どうぞ。ちっぽけな島国増した、増してく太陽、日差しが差した、極端的なこの暑さ、車内はと。ちょい、めっちゃジンガサいますやん。大量発生。ジンガサいますやん。取ろうぜ。コツとしては一発でもブカっていく。緊張させる前に。そうそうそう。まあ脳中傷だ。あ、もうダメだ。もうダメですね。
ダメですね、ジョイ。あ、これいけるね。入ってた。おー、どうした？イエーイ、どうした？いいサイズ。手で取る。手で取ったー。マジで？サイコパスや。手で取る。いや、いいや。うん、一応、リールも一応スーサーダイワです。でも安いやつです。エクスペリア。